おはようございます。おはようございます。当日です。ちょっとなんか後ろにあら後ろに、おはようございます。忙しい。おはようございます。おはようございます。当日来ました。はい、ちょっと3時に起きて3時に起きました。あ、そうですか。はい、今日お目当てはあるんですか。はこの五葉松。ここの五葉松腕残ったら。なるほど。あと早く朝一でここも出るのがないんで。そうですね、はい、どのぐらい混むかもわかんない。うん、何年ぶり、3年ぶり、2年ぶり。ちょっと意気込みを。はい、なかなか遠方の方が盆栽町に来る機会も少ないと思うんで、はい、ぜひいっぱい売りたいですね。はい、はい、売りたいと思っている人がもう一人。 あ、おはようございます。すいません、おすすめ商品を教えていただけますか。あ、はい、シットさんは紹介して。あ、もう朝9時からだって言ったのに、なんか間違えて5時10分に来ちゃったテンション上がっちゃって。間違えちゃってね。早起きしちゃって。なんで間違えたの。ね、ちっちゃいミニ盆栽関係ですね。はい、はい、これあの3級シリーズ、3級シリーズと23シリーズ3級ですね。3級シリーズ車の3商品ですね。そうですね、2339という語呂合わせでいつも日頃あの盆栽Qさんとツイッターでお世話になってる3級シリーズですね。3級シリーズ、はい、あとは欅がたくさんやっぱり出てますね。これとか100円ですよね。100円、この辺が100円ですから、みんな100円はい、100円いいもの選んでください。はい、選んでください。あと図書ですね、この辺 の動画で紹介した。あ、図書じゃない、石灰ヒノキだ。はい、1個ぐらい出してきますかね。そうですね、あとは何だろうな、あと欅、やっぱり欅と松関係ですね、うん、こういうひょろひょろっとした赤松とか。あ、これもそうか。そうですね、これは3級、あ、23シリーズですね。23シリーズ、はい、こんな赤松も売ってます。はい、はい、あとはこちらは割といいやつだな。こっちだな、やっぱり新白、今人気のね、新白とか黒松、赤松、五葉松ですかね。タヌキ安いです。これ安いです。これ新白、あ、タヌキ、タヌキ3000円です。3000円、安いですよね、うん、これね、こんなの3000円、うん、取れないですよね。まあ、この辺新白がいっぱいありますね。あ、これなんかいいじゃないですか。あ、これいいじゃないですか。これ6500円。あ、これはいいですね。あ、これはいい、どうにでもできますね。買っちゃおうかなえ、これいいですね。確かに、これここで取っちゃえばいいですよね。取っちゃっていいですよね、これだけでね、うん、足元がいいからね。そしたら、はい、なるほど。まあこんなところですかね。お値打ち商品たくさん、はい、あります。あ、これもいいですね。赤松、赤松、多分29が29の商品が多いですね。29ばっかり多いです。言ってるのが29ばっかり。これもいいです。細くていいですよね。いくらですか。これもう1万ですね。はい、これはまあ、紹介しきれないほどたくさんあります、ね、足元もいっぱいあるんで。まだもう足元にもいっぱいありますんで、早いもん勝ちということで、はい、3年ぶりですもんね。3年ぶり、はい、商品があるうちにぜひお越しください。よろしくお願いします。あっちとこっちとそっちに置くんだよ。あ、だって安いじゃん。いつか使うんですよ。いいの使う。やっぱ量がすごいですね、やっぱいつもよりもね。これまだ追加もあるんですよね、きっと。なくなっちゃったら、うん、はあ、ありますよ。だって庭中にある。そう、庭中にあるんだ。ただいいのから持ってきたから、はい、やっぱ苗木じゃないのかな、これ。苗木、500円均一の500円均一、うん、500円均一の苗木、いろんな種類あるし、うん、ここは一番みんなが見るところですよね。野原、ほら、こんなもう斜めこんな上がってんだもん。ああ、そういえばほら、本当だ。野原ね、野原こんだけ種類を、松からね、二礼系、何でもある。何でもある。若者若者、意気込みを。そうですね、お昼は絶対食べれないと思いますね頑張ります。はい、皆さん、じゃあ差し入れを持ってお越しくださいと。
盆栽。広場って書いてあるの分かりますか？なんかみんな知り合いの人が、なんか静かだから天神さんのところで、天神さんのところで、じゃあ、鉢、を購入します。私は多分これも干渉鉢にするんで、これ、うん、こちら安いです。訳あり品、こういうの買えるのがいいですよね。うん、これはだって丁寧に作ったんですよ、ね、うん、あ、こっちがあれだ、あっちが本物だ出したやつ、ね、こっちが綺麗です。おー、いいですねだけど、なんでかって言って言いましょうか。反り方も違いますね。違うのもあるんで、もう一つあるんです。クジロ、はい、当たるかな。残念入れちゃうんですね。鉢持ってた、いいんですか。2つまでいいです。本当ですか。いいです。私たちの鉢じゃないですよ。あ、そうなんですか。私の鉢じゃないですよ。いいじゃないですか。私が使ってたし、ああ、鉢を作る前と。嬉しい。で、こちらいただきました。ひでまさん、さっきの平たいやつですか。え、買ったの。買ったのは、あの、ほら、1万円の一番高いやつ。本当ですか。違う。一番高いやつの、ちょっとホツがあるやつ。おはようございます先生、お祭りは見て回らないですか。回る。あ、回る、うん、いつぐらいに行く。僕今戻ってきたばっかりなんですよ。あ、本当ですか、はい、自分のも出してあったから、清水店に。あ、そうなんですか、うん、じゃあまた後で行きましょう、うん、見に行こう、はい、鉢をね、買いたいなと思うんだよ、うん、買ってこう、大きいやつ、うん、じゃあ後ほど先生も一緒に行きましょう。一夜先生、その呼び方はやめてください。やめてください。ちょっと一夜さんと今度回っていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。レポート、いや、レポートまずいな。お願いいたします。レポートまずいんだな。私初めてです。2回目。あれ、ママ雑木の不要園さん。あー、そっか、雑木がメインです。そうなんですね。雑木の一夜さん違うかな。違うかな。やっぱりこれでも大人気だね。こういうのが好きなんですね。メダカ、ここ綺麗だな。確かに綺麗だな。3色ラメ、あ、そういうのもあるのかな。あ、そうか、大野さんすごいです。あ、どうもお疲れ様です。すごいですね、人30になっちゃった。あ、やっぱこの際やってないからね、みんな。お昼いけないですね。普段か行ってる感じない。お昼いけないですね、これは。さっきより減ったよ、でも。あ、そうですか、うん、朝もっと。さっきはもっとすごかった。もうここ喋る暇なかった。喋る暇さ、いた店員が 1,2,3,4 人でしょ、はい、で、そこもうちだから、あの、そっちも見なくちゃいけないし。なんて言うんですか、熱活気がすごいですね。いや、今年すごくないですか。今年すごい。やっぱちょっとね、年数が空いただけあって、はい、今年はすごいですよね。多いですね、人多いですね、うん、だんだん増えてきました ね、 3年ぶりだから余計にね、はい、なるほど。多いですね。なんかおすすめの商品とかはあったりしますか。まあ、出てるのは赤松が出てますね。あの、以前ね、古い赤松の商品の買わせていただいた、はいはい、うん、あれとまたちょっと別の手なんだけど、はい、今回はでもやっぱり一番出てますね。出てますか、はい、なんか皆さん調子良さそうなスタートを。そうですね、ええ、あ、どうもありがとうございます。あ、そうです、いつも見てます、はい、こんにちは、ありがとうございます。これだと7つなので、全然効かないわけじゃないので、2個でも3個でも大丈夫は大丈夫です。ただ、小渕さんは忙しくて取れなかったです。一人で、ね、やられると大変。こんにちは。こんにちは、清水千恵里です。はい、博士ちゃんでおなじみの千恵里ちゃんです。小4から盆栽を。小4から盆栽歴だから何年です。今年で5年目です。5年目、はい、よろしくお願いします。先輩、お願いします。先輩、今回お店を出したということで、はい、これ全部作ってるんですか、管理してるんですか。そうです、管理してて、この辺は私物になるんですけど、
一番の私的には目玉が。ああすごい、ちょっと今度教えてください盆栽。はい、いえいえ、こちらこそ教えてください。目玉がこのもみじが一番、うん、あと宮島の御用だったり。宮島の御用、お安い。あと赤松とか。赤松も。糸魚川の、あの新白の苗木とかを結構売ってます。すごいですね、はい、今中3です。3になりましたか、はい。じゃあ今年は受験もあると、はい、いうことで、皆さんこちらで買って応援してくださいという感じですね、はい。それで、あのここでもらった利益は全部ウクライナに、はい。わー素晴らしい。こちら、はい、あ、そうなんですか、はい。じゃあぜひ皆さん買って応援してください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。木鉢。あ、なるほど。あ、でも良さそうですね。これいいですね。あの大きなね、なんか松とかを養生するときにはこういうなんか入れてますけど、安いな。手作りです。ですよね。うん。こんなインサート。あれ。はい。手作りとかしたの良さそう。確かに、うん。薄いっていうのがまた珍しいんだな。面白い。ネットで押さえるのもいいですよね。でこれは植え替えたばっかりだと、うん、お客様を持ち帰るようになるときに、こう持っていかないと、それで木がね、うん、楽なんですよ。そうですね。これでね、5年くらい使ってるんですけど、5年、うん、だんだんの木の良さ、鉢の良さが分かってきて、うちは全部あの木に変えました。すごい。これはね、あの伊那盆栽会特製の木の鉢なんです。伊那盆栽会、うん、うちで考案したんです。考案したやつ、木を他の鉢に移してね。また増えちゃうし。当事人教室の、あ、はい、新人。新人です。どうもよろしくお願いします。お願いします。イケメンです。どうですか、お祭りの様子は。初めてなんですけど、やっぱすごいですね。こんな熱気がすごいですね。びっくりしてます。結構売れてるっぽくて。そうですね、結構売れてて、なんかいいの結構ボン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 売れてるような。売れてましたか。売れてます。僕も欲しいのあったんですけど、それ売れちゃいました。売れちゃいました。これサムネかな。イケメン釣り。働く昼間さん。生産だけですね。自分で作ってる。いっぱいありますけど。ここにもいっぱいあります。動画でやってるやついっぱいあるか。あ、そうです、そうです。こんにちは。これひまさんが、ひまさん作ったやつ、このシリーズ。気合を入れて。日が当たるとこっからまた芽が出てきて、こういうのが伸びてる。どうですか、調子は。調子っていうすごいっすよね、人。人はすごい。いろんな人が、はい、来る人とかみんな声かけていただいてありがたいですね。確かに。めちゃくちゃ声かけられます、歩いてても。ね、キューチャマ。T シャツかな。ハッピー着てるからかな。いやでも T シャツだと思う。T シャツかな。なんかね、知らない人同士でも、うん、そこで交流ができてたんですよ。いいね、この中で。いいですね。みたいな。なるほど。そういうのが、それがでも理想ですよね。そういう交流で見ると。毎年作った方がいいかもしれない。確かに。じゃあちょっと閉めてください。引き続き明日明後日ありますので、はい、ぜひお越しいただいて。いいのからなくなっちゃうので。でも結構ね、いろんなところで追加していく人が多いので、うん、はい、まだまだ。お待ちしてますし、はい、いつかちょっとした、なんだろう、値引きもあるかもしれないし、値引きもあるかもしれない、はい、ぜひお待ちしてますので、はい、お待ちしております、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。